加藤町、川東町は、福島県川沼郡にあった町である。2005年11月1日に、藍津若松市に編入され廃止された。本項目では、現在の藍津若松市加藤町についても記す。道島駅などがあり、かつて町役場のあった小山地区、広田駅などがある。広田地区など、町域の西部は、藍津盆地の中に位置しており、水田。 住宅地などが広がっている。万越自動車道万代加藤インターチェンジなどが存在する発達地区など町域東部の地域は山林などが広がる。町域の北部を日橋川が流れる。前述のように万越自動車道が経由しており、山群万代町との境界近くの町域北部に万代加藤インターチェンジがある。また、国道十九号、越後街道。 国道121号、米沢街道のほか、福島県道33号藍津湾下加藤線、福島県道64号藍津若松浦、番台線、福島県道69号、北山藍津若松線などが経由している。加えて、東日本旅客鉄道番越西線が経由しており、東長原駅、広田駅、道島駅がある。越西線は、広駅と駅の間で、 ア津若松駅を経由し導駅でスイッチバックをするため、町域東部では北東方から南方へ、町域西部では南方から北方へ向かって通っている。主要地区の現況を述べる。加藤町西部の地区。かつて、加藤町の町役場があった。現在は、ア津若松市の市役所支所がある。周辺は、農地などが広がるほか、国道121号、米沢街道、 福島県道33号藍津湾下加藤線、福島県道69号、北山藍津若松線などが通る。また、地区の西部を万越西線が通っており、地区内に道島駅がある。地区内と周辺には、郡山、金道、新屋敷、沢目、本宮、西原などの集落がある。加藤町南部の地区、地区内を万越西線が通っており、 広田駅がある。また、広田駅西側には、三菱聖工の工場がある。その他、地区内には、農地や住宅地などが広がり、合津若松市立加藤学園中学校がある。加えて、地区内を南北に、福島県道69号北山合津若松線が、通るほか、地区北側から、広田駅までの福島県道327号、広田停車場線がある。 地区内と周辺には、広田、堤、東、横堀、六町、塩新、田中源などの集落、住宅地がある。加藤町南部の地区。地区内には、農地などが広がり、福島県道69号北山合津若松線、万越西線が地区を南北に従官するように、通っているほか、南側をせせなぎ川が流れており、地区南側で主流の不動川。 金山川がそれぞれ合流している。また、みな、鶴姫の石踏みと呼ばれる石踏みがある。地区内と周辺には、倉戸、藤倉、月の木、南場などの集落がある。加藤町中部の地区。地区内を万越祭線が通るほか、福島県道33号藍津番下加藤線が、東西を横断するように通過している。福島県道33号藍津番下加藤線は、 地区の東部に国道49号、滝沢バイパスと交差点、高塚団地入口交差点があり、終点となっている。地区内には、農地などが広がっているほか、合津若松市立加藤学園小学校がある。また、地区内とその周辺には、高塚団地、葉山団地の団地のほか、南高屋などの集落がある。加藤町中部の地区、地区内を、 福島県道69号北山藍津若松線が南北に縦断するように通る。地区内には農地などが広がる。また、かつて地区には熊野神社から環状鎮座がされたが、その後に移され、現在は北方市に新宮熊野神社がある。地区内とその周辺には熊野道、富津山、山の神などの集落がある。加藤町中部の地区。 地区内には農地などが広がるほか、地区内を福島県道69号が縦断するように通っており、南側は熊野道地区に接している。地区内とその周辺には大和田、長和田、鴨田、柏原、道島などの集落がある。また、地区の北東側には日橋川が流れる。加藤町北部の地区、福島県道69号北山合津若松線が、 南北に循環するように通っており、地区内には農地などが広がる。また、地区東部を日橋川が流れている。地区内とその周辺には、岡田、岡谷地などの集落がある。加藤町北部の地区、地区西部を国道121号、万越再線が南北に通るほか、地区東部では、福島県道69号北山合津若松線も通る。地区内には、 農地などが広がり、地区の北側を日橋川が流れている。地区内とその周辺には、福島、西屋敷、大局などの集落がある。加藤町西部の地区。地区内を国道121号が南北に縦断するように通る。また、万越再線も地区内を南北に通っている。地区内には農地などが広がるほか、地区の南側をせせなぎ川が通る。また、 工術の谷沢地区には、大田まんじゅうと呼ばれる菓子を販売する店舗がある。地区内とその周辺には、大田、北端、大坪の集落がある。加藤町西部の地区。地区内を国道121号、万越再線が南北に縦断するように通るほか、地区内には水田などの農地が広がる。また、地区の西側をせせなぎ川が通っており、 せせなぎ川付近を境界として、川沼郡ぐに村に接する。地区内とその周辺には、高畑、京手、十文字などの集落がある。加藤町北部の地区。地区北部などで、万越再線が通っており、東長原駅がある。東長原駅近くには、昭和電工の事業所がある。また、地区の東側を東川が流れており、先橋川発電所がある。 加えて、地区内を、福島県道337号北方加藤線が、通っている。地区内とその周辺には、派瀬地、一本木、空谷原、原田、東、高野などの集落がある。加藤町北部の地区、地区東部万越西線が通っているほか、地区の北側を日橋川が流れている。地区内には八王子があり、 毎年8月に行われる冬木沢参りの収束は国の選択無形民族文化財になっている。地区内とその周辺には冬木沢、割石、チャウス森、北、高野などの集落がある。加藤町南部の地区。地区を南北に従官するように国道四十九号が通っているほか、地区西側を福島県道六十九号北山合津若松線や万越西線。 地区東部を万月自動車道が通る。地区内には西部を中心に農地などが広がる。地区内とその周辺には、塩には林分、林文、小間板、小間板神殿、古川文、酒屋などの集落がある。加藤町中部の地区。地区内を北東から南方向へ国道49号が通るほか、地区内には農地などが広がる。また、地区東部には観光施設。 安らぎの方合津村がある。地区内とその周辺には、浅野、中林、浅野神殿北山などの集落がある。加藤町東部の地区。地区内を国道49号、福島県道64号合津若松裏万代線が通るほか、万越自動車道も地区内を経由しており、万代加藤インターチェンジが地区内にある。地区内には、農地、 山地などが広がっているほか、地区内には、鍋沼がある。加えて、地区の東側から北側にかけて日、橋川が流れている。地区内には、八田屋、うるし沢、生井、稲荷、原、大林、桜井市、六県、高野下、日向、京清水、大野原などの集落などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。